サヌールはインドネシアバリ島屈市のビーチリゾート地の一つ。行政的にはインドネシア共和国バリ州デンパサール市南区に属し、サヌールカジャ村、サヌール村、サヌールカウ村に分かれる。サヌール海岸の目前に見えるヌザペニダ島はダイビングに良好なスポットやウミガメの産卵地として知られる。グラライ国際空港より車で30分の距離にある。古くから バリ島のカースと最高位のブラフマの階級の人が多く住んでいる。1930年代にはこの地で絵を描くため、ルメイヨール、ドナルド・フレンドらの芸術家が訪れた。彼はバリの文化からヒントをもらい、またバリ島の芸術家に西洋絵画を教えた。以上のような要素からサヌールは高級リゾートとして発展していった。太平洋戦争における 日本軍の南方進出に際しては、ジャワ島攻略の足掛かりとして1942年2月19日に、バリ島のオランダ軍飛行場占領が行われたが、サヌール海岸は日本軍の上陸地点となった。オランダ軍の反攻による上陸地点もサヌール海岸であり、付近の海域には海戦による沈没船もある。1966年に、 日本の戦争賠償金によりバリ島で最初の五つ星ホテルであるバリビーチホテルがこの地に建てられた。また、メディナバリやバリハイアットなどのホテルがある。ありがとうございます。